ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。2021年6月28日、韓国海軍の新しい揚陸艦、マラドが就役したんだぜ。このマラドは、韓国海軍が見せびらかしている、強襲揚陸艦、ドクトの2番艦になるのね。1番艦から14年かけて開発されたこともあって、どれほどすごいものが姿を見せるかと思われていたが、向かうところ敵なしと知られている戦闘機。F-35 を搭載するには、スペック不足であることが発覚したんだ。さすがは韓国クオリティね。ということで今回は、韓国の自慢の大型輸送艦、マラド、F-35B が着艦できないことが判明、お送りするぜ。お願いね。それでは皆さん、最後までゆっくりしていってね。何はともあれ、マラドのスペックを確かめてみると、満載排水量は、19000トン、全長、200メートル、全幅、31.0メートル、喫水は、6.6メートルで、乗員数は330名、海兵隊員、720名を、収容できるんだ。ふむふむ。主力戦車6両、韓国型上陸突撃装甲車7両、エアクッション型揚陸艇を2隻、汎用ヘリコプターを7から12機を、艦内に積載して、収容できる能力を持っているんだぜ。武装はどんな感じかしら？監視と艦尾に、近接防空システムを備え、艦橋後部に国産の地対空ミサイルを、発射可能な韓国の国産ミサイル用汎用型 VLS、を装備しているんだ。一番艦であるドクトから14年かけて開発されたこともあって、マラドは大型化や最大速度を向上させるとか、韓国のマスコミが報じていたみたいね。ところが事実上、スペックがほとんど変わり映えしない同型艦が登場したから、韓国の軍事界隈では、失望の念を禁じ得なかったんだぜ。たくさんの人々が待ち望んでいた戦闘機、F-35B の搭載は不成功に終わったのね。F-35B は、リフトファンで垂直着陸するんだが、この時に生じる熱は、なんと1000度以上で、鋼鉄の空母の甲板に、大きな影響を与えてしまうんだ。これはマラドのような輸送艦の甲板に、ちょびっと手直しするだけでは、片付けられないわね。耐熱のために甲板を厚くすれば、艦艇が重くなり、素早い動きができなくなってしまうかもしれないな。アスファルトを溶かすくらいの熱にも、うろたえないコーティング技術が必要になるわ。F-35B の搭載といえば、日本でも護衛艦、出雲、加賀の空母化が時代的に先を進んでいるんだぜ。こっちの改修は順調で、2021年10月5日には、出雲において初となる、F-35B の発着艦検証作業が行われていたわよね。出雲と加賀に煽られて、韓国も、マラドを空母に改修するぞと、軽はずみに考えたのかもしれないな。でもマラドって、あくまで輸送艦として作られているわよね。耐熱性能だけではなく、根本的に甲板の強度自体も落ち度があるようで、戦闘機を収納するためのエレベーターもないんだ。後付けするにしても、必要な幅が欠けているから、なんとも改修のしようがないっていう感じね。それとは逆に、出雲と加賀は、設計段階から空母への改修計画を立てていたため、戦闘機を収納できる優れたエレベーターがあるんだ。マラドと出雲の甲板を比べてみると、見え見えだけど、輸送艦にしては幅が広くて、甲板の上に邪魔なやつもほとんどないわ。つまり、軽空母として設計したものを、とりあえず護衛艦として収益させていたというニュアンスだな。スケジュール能力の差は明らかね。一応、マラドにはアメリカの主力輸送機、オスプレイの離着艦が可能だから、給油や弾薬、食料支援など後方支援には役立つんだ。だけど、多くの韓国人が今か今か止まっていた、戦力の大幅なパワーアップとはいかなそうだわ。2番艦であるマラドが、最高ではないが最悪でもない性能で終わってしまうのも無理はない。大体、元となる1番艦であるドクトに、設計段階からのヘマが、とにかく多いことがそもそもの原因だぜ。何をよく考えて設計していたの？って、勢い余って言いたくなっちゃうわね。敵の戦闘機や対艦ミサイルを自動的に撃ち落とす、レーダー連動の大口径機関砲、ゴールキーパーを搭載しているんだが。ゴールキーパーって？威力の高い、口径30ミリのゴージャスな機関砲のことで、守りの要として、敵の攻撃をことごとく防ぐ、との期待が込められて、この名前がついているんだ。じゃあ、完璧じゃない。ところが韓国海軍首脳部は、最も基本となる取り付け位置を間違っていたんだぜ。さすがキムチ脳だわ。諸外国の船より中心に近く、高い位置に設置した結果、
後部甲板が車階に入り、迎撃スイッチをオンにすれば、搭載しているヘリコプターを、甲板もろとも操作してしまうんだ。ゴールを守るどころか、オウンゴールを決めてしまうなんて、お笑いどころの話じゃないわよ。さらに、ご自慢の超強力対空レーダー、スマート L も艦隊の設計ミスで、いるはずのない敵機を映し出すみたいだぜ。いるはずのない敵機を狙って攻撃して、総崩れするなんて可能性も考えられるわね。また、二つあるうちの一つの発電機で火災が発生して、火災自体は放水によって、騒ぎがひとまず収束したんだが。っていうことは、またしでかしちゃったの？この放水で、もう一方の発電機が故障してしまい、病状で航行不能に陥ってしまったんだ。艦船の心臓部とも言える発電機が、予備機も同じ部屋に設置しているということよね。一体、何のための予備なのかしら。ついでながら、韓国防衛事業庁は、2022年11月28日、独島を作った、韓新重工業と、近代化改修契約を結んだと発表したんだぜ。改修費用の総額は、1808億ウォン、日本円で約181億円、完了は、2027年を予定しているんだ。何を改修するのかしら？年季が入った戦闘システムとレーダーの装備変更で、能力向上と兵站支援機能を確保するんだぜ。15年ぶりの大規模改修ね。マラドの建造、運用実績も反映されるそうだが、元が怪しいだけに、期待していいのかは疑わしいんだ。ドクトとマラドは、どっちもポンコツそうね。海軍関係者は、マラドの収益は、軽空母運用ノウハウの習得と、能力の確保にも寄与する、と述べているんだぜ。F-35B を搭載するのはあくまで、これから作る、軽空母ということみたいね。それでは、期待された軽空母建造計画が、どうなっているのか、説明していくぞ。よろしくね。まず、軽空母の受注は、ヒュンダイ重工業と、テウ造船海洋で、争うことになったんだ。この時点で、少しおかしいと思う人もいるんじゃない？さっきドクトの回収でも触れたんだが、ドクトとマラドを作ったのは、韓新重工業だぜ。他の企業に頼んじゃったら、マラドを建造しながら蓄積してきた軽空母技術も、無駄骨になってしまう気がするんだけど、これまでの発言は一体何だったのかと、思ってしまうかもしれないな。それはともかくとして、ヒュンダイ重工業とテウ造船海洋が提出した軽空母のモデルは、どんな感じなのかしら？テウ造船海洋は、全長、263メートル、全幅、46.6 メートル、満載排水量、4万5000トン、最大速力、27ノットの軽空母案を発表したんだ。これは、日本の出雲片護衛艦の、全長、248メートル、全幅、38メートル、満載排水量、2万6000トンより、大きくなっているわね。テウ造船海洋の説明によると、軽空母の飛行甲板に、F-35B 戦闘機を最大16機、格納庫に、12機をそれぞれ搭載できるみたいだぜ。テウ造船海洋には、イタリアの造船大手が協力してなかったっけ？イタリア海軍向け、強襲揚陸艦、トリエステを建造中のイタリア造船大手、フィンカンティエリが協力しているんだ。ふむふむ。トリエステの基本排水量は、25,800 トンで、韓国が目指している軽空母よりはコンパクトだが、戦闘機の搭載性能は高いんだぜ。テウ造船海洋の案では、その小型化技術を活用しているってわけね。ヒュンダイ重工業は、イギリスの大型空母、クイーンエリザベスの開発建造に携わった、イギリス防衛大手、バブコック・インターナショナルと提携しているんだ。テウ造船海洋よりも大きくて、非常にチャレンジングな案を出してきたってこと？ヒュンダイ重工業の案は、全長270メートル、全幅60メートル、満載排水量、4万5000トンで、飛行甲板に F-35B を最大16機、格納庫には8機を搭載でき、スキージャンプ甲板が特徴となっているんだぜ。これは、クイーンエリザベスの特徴でもあるわね。運用を考えると、テウ造船海洋の案が、規模も小さく、取り扱いが容易ではないか、という意見もあり、韓新重工業と軽空母の設計と建造に関する、相互協力覚書を締結していたんだ。それだったら、韓国のノウハウを役立てるという点でも、テウ造船海洋の案を採用するのが、適していそうね。しかしながら、結局のところ選ばれたのは、ヒュンダイ重工業ということになったんだぜ。やっぱり、イギリス空母、クイーンエリザベスが強く影響しているのかしら？とはいうものの、またまた韓国は、不
さわしくないものに手を出しているような気がしてならないな。まあ、それはそれとして、どんな空母があるのか説明してほしいわ。じゃあ、イギリスの空母から解説していくぜ。お願いします。イギリスが保有している空母は2隻で、どちらも、クイーンエリザベス級となっているんだ。クイーンエリザベス級は、世界の空母の中でも、最新の部類よね。一番艦の収益は、2017年とつい最近で、横須賀港へ2021年に来航したことで、話題にもなっているぜ。イギリスで史上最大の軍艦だわ。満載排水量は、67669トンの本艦を機関とする、空母打撃群は、アメリカのミサイル駆逐艦や、オランダのフリゲート艦など、NATO 諸国の混成艦隊として編成されているんだ。さっき話題になっていた F-35B は搭載可能なのかしら？航空機は40機以上が搭載可能で、アメリカの F-35B が搭載されているのも特徴なんだぜ。F-35B はアメリカでも主要な戦力の第5世代ステルス戦闘機よね。2隻目のイギリス空母、クイーンエリザベス級2番艦は、プリンス・オブ・ウェールズで、2019年に就役したばかりなんだ。この名前はイギリスの軍艦によく名付けられているわ。この名誉ある称号を持つ軍艦は、1765年に進水した軍艦である初代から数えると、この空母で8代目になるんだぜ。第二次世界大戦でも同じ名前の戦艦が使われていたわ。真珠湾攻撃直後のマレー沖海戦で、大日本帝国艦隊に撃沈された、指導者チャーチルがお気に入りの戦艦だったんだ。撃沈されたとの一報を受けたチャーチルは、第二次世界大戦中で、最も大きなショックを受けたみたいね。空母のプリンス・オブ・ウェールズの仕様は、一番艦である、クイーン・エリザベスと大体同じだぜ。ということは、こちらもイギリス海軍史上最大の軍艦になる予定ということね。艦載機は、F-35B を中心に50機程度となっていて、2021年9月に実施された、イギリス軍最大の共同訓練、ジョイント・ウォリアーに参加しているんだ。この訓練には、どんな国が参加しているの？イギリスをはじめとして、アメリカや NATO 諸国も参加しているから、NATO 軍の機関というポジションと言えるな。世界を代表する軍事同盟である、NATO 機関か、アメリカにはかなわないけど、イギリスも海洋国家だから、強力な空母を持ってるのね。第二次世界大戦が勃発するまでのイギリスは、世界各地に植民地を開拓していたこともあって、世界最強の海洋国家であったことも確かなんだ。海洋国家ってところが重要なポイントね。完成度が高い空母を2隻保有しているイギリスだが、海軍全体を見ると、ナンバー2と判断できるような戦力を持っているとは言い切れないところだぜ。ほほう。ナンバーワンとして紹介できるのは、やはりアメリカの空母だな。ナンバーワンと言ったら、この国よね。現在世界で、空母を運用している国家は、アメリカ、イギリス、イタリア、フランス、中国、インド、ロシア、タイの8カ国となっているんだ。日本も出雲や加賀の改修が完了したら、そこに入れるのね、楽しみだわ。空母は開発するために、満足できる技術の精度やアイデア技術力が必要不可欠で、開発や運用コストがとてつもなくなることから、空母を保有していたとしても、1、2隻程度であることが普通だぜ。アメリカだけは規格外ね、比べるだけ無駄の別格の保有数を誇っているわ。なんてったって、世界の空母、21隻中、11隻をアメリカが保有しているんだ。半分以上がアメリカとは。それだけでなく、11隻全部が原子力空母という、もはや逆立ちしても理解できないレベルだぜ。数だけじゃなく、性能もヤバすぎるわ。原子力機関を持っているため、建造、維持、運用に巨額の費用を要求されるが、そのために性能は凄まじく。一隻で、中小国の空軍以上の、オフェンシブパワーを持っているんだ。言うまでもなく、空母を保有している最強の国はアメリカだわ。というわけで、空母の詳細にわたったスペックを徹底調査するぜ。海洋国家でもあるアメリカだから、空母の技に関しては、他国が真似ることは難しいかもしれないわ。ジェラルド・アール・フォードは、2017年に一番艦が収益した、1兆4000億円という、前代未聞のモンスター原子力空母だ。超超えって、さすがモンスター空母ね。満載排水量は、10万1605トンで、搭載機数は常時、70機という超大型空母で、搭載されている最新の原子炉は、ニミッツ級原子炉の約3倍の電力を発生させることができるんだぜ。すごすぎる。また、2022年現在で、ジェラルド・アール・フォードは、
世界で唯一の電磁カタパルトが設置されている空母となっているんだ。電磁式カタパルトは、アメリカ海軍とイギリス海軍が共同で作り出した航空機発進システムね。元からある蒸気カタパルトを移行するもので、開発はもちろんのこと、運用も難しい代物だぜ。まさに、アメリカが実現する技術の高さをシンボライズする空母といっても、決して大げさな表現ではないわけね。さらに、2番艦となる、ジョン・F・ケネディも現在建造中で、2030年代に、ジェラルド・R・フォード級を、12隻開発するらしいから、恐怖を感じるな。こんなモンスター空母、たった1隻でも威嚇できるのに、12隻も。ちょっと次元が違いすぎて、どの国もマジで追いつけない、最強国家のアメリカはこんなところだぜ。空母を比べたら、どうしても、アメリカが全部かっさらうことは、私でも無意識のうちに理解していたわ。次はアジアから、中国の空母だ。ここで、現代の冷たい戦争において、アメリカのライバルとも言われる、中国の登場ですか。正直、ここは納得いかないかもしれないが。でも、中国の空母開発力の急成長は、末恐ろしいものがあるわ。2019年に、2隻目の空母が進水したかと思うと、2022年には、3隻目の空母が進水したと発表されたんだ。ものすごい勢いね、経済成長も注目すべきだし、恐ろしいわよ、あの国は。中国は2040年までに、アメリカと同程度の海軍力をつけるプランが進んでいるんだぜ。現時点で、向かうところ敵なしの軍事力を持っているアメリカが、さらに空母をパワーアップするのも、間違いなく中国を意識しているからだわ。さて、中国空母のスペックだが、まずは中国で史上初の空母である、遼寧から見ていくことにするぞ。遼寧って冷戦期にソ連が開発してたけど、建造している途中で、中止されていた空母がベースよね。開発が中止されていた、アドミラル・クズネツォフ級の2番艦である、バーヤーグをウクライナから買い取って、中国が開発した空母なんだぜ。買い取った目的は、空母を開発するための技術をゲットするためだったと言われているわ。2005年頃にガラクタ特別不能だった本艦を、中国が近代化回収する形で開発を進めて、2012年に収益したんだ。ついこの間も、遼寧が台湾の東側で、艦載機の発着艦訓練を300回以上繰り返していたわね。2021年12月には、沖縄本島近くの宮古海峡付近で、出雲と遼寧が並走してたこともあったらしいぜ。ふむふむ。遼寧の満載排水量は、67,500トンで、搭載機数は50機程度だ。イギリスのクイーンエリザベス級に引けを取らないサイズ感だわ。しかしながら、遼寧はもともと問題があったクズネツォフを回収して、なんとか動く程度に仕上げたこともあり、浸水後に幾度となく、トラブルに見舞われているんだぜ。そんなことがあったから、ガラクタやズタボロの評価を受けることが多い、残念な空母なのね。2012年に収益したとはいえ、土台となってる空母の基礎設計が古いモデルだから、回収したと言っても限界があるのかもしれないな。戦闘で有効利用するには、危なっかしそうね。だが、運用や訓練の中で中国は、空母に対する理解を深めていったらしいぜ。しっかりと後につなぐ反省材料を得られたってことね。そして、得ることができた開発経験をベースにして、開発されたのが、次に紹介する、三等なんだ。三等って、2017年に収益、2019年に進水した、中国初の国産空母ね。遼寧で得られたノウハウをベースにして、中国が他の助けを借りないで、開発にこぎつけた空母で、遼寧には、対艦ミサイルの格納庫が存在したが、三等では、これが排除されているんだぜ。それに代わって甲板部分が広くなって、艦載機を格納するスペースが広くなっているのよね。と言っても中型空母だから、満載排水量は、7万トン、艦載機は50機程度で、遼寧から目を見張るほど大きくはなっていないんだ。浸水して、それより後は、発着艦訓練でその姿を何回かは目撃されることはあったけど、細かい部分については未だ不明だわ。2022年3月時点での情報では、大連に停泊して、オーバーホール中とのことだ。そして、3隻目の復権が浸水し、来年には、収益するかという話が出ているんだが、尺が足りなくなってしまったので、別動画で確認してくれよな。わかったわ、中国もあーだこーだとか言って、どんどんと軍事力を貯金しているわけね。今後も注意深く見守っていく必要があるな。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録、
高評価お願いしますね。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。